こんにちは、こんばんは。今回は、こちらのつくばサーキットを BRZ ドリフトカー2017年バージョンで、サイドブレーキを使わずに、完成ドリフトだけでドリフトを決めていきたいなと思ってます。使用していく車はこちら、BRZ ドリフトカー2017年になります。総排気量 7816cc、駆動形式、もちろん FR。 最高出力が1052馬力。最大トルクが121キロ。という感じで、まあ、モンスターマシンになってます。それでは、どうぞ。 どうだったでしょうか今回はサイドブレーキを使わずに完成ドリフトだけで筑波サーキットをドリフトしてみるでした。また、プレイ動画やセッティング動画などね、ご要望があればまた別途動画アップしたいかなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。